です。本日は、静岡市の、トロ遺跡に参りました。トロ遺跡の、観光の状況について、今日は調査しに来ました。この前の桜市議会でも、一般質問しました。見る、食べる、出会い、あと情報発信、そういった分野を、調査してみたいと思います。以上です。1900年から2000年前で200年こう栄えて71年前に軍事あ要は戦争の時戦争地昭和18年昭和18年はいはいにこれ戦闘機のプロペラ昭和18年にあそそろそれであそこそこで作ろうとしてできたんだ、はい、である程度は発掘出題しましたけど、はい、何しろあの戦争大戦で、はいはい、で本格的な発掘は昭和20年で戦後ですね。そうです。で早く戦争が終わったからっていう。そうですね。逆にもっとあれだったらまだまだもうそこの工場の長い家豆腐が2つだから、この家が縦穴式住戸が12の跡がですね跡がこんな感じじゃないですか。そしたら